同盟勢力に寝返り、アルトゥークの領主となったダルタニア大使ミルザー・クーチェス。最低な男や。ミルザーは闇の森へと戻ってきたテオをおびき出すため、条約所属国、うん、レガリアへの侵攻を開始する。テオたちは策を講じ、はいはい、レガリアの統治者セルジュ・コンスタンスをあえて城から逃亡させることで時間を稼ぐ。稼いだ時間で兵を集めたテオたちは、かつてビラールが治め、その命を散らした一角十条へと攻め入ろうとするのだった。よしよしよし、行くぞ。テオ様、機は熟しました。ミルザー大使はレガリアの平定のため兵を残したようです。今ならば大使を討ち取ることが可能かと。よし。よし。進軍開始。目標は一角十条。しゃあ。おー出てきた。前方の丘に大軍が。テオ・コルネーロの軍と思われます。なんだと。ちょっと焦ってる。いいぞ、ビビってるビビってる。あいつめ、レガリア一国を捨てて時間稼ぎをしたというのか。レガリア平定のために兵を割いた現状では戦えぬか。全軍一角十条へ引け。籠城する。はっ。こんなミルザが大声上げたなかなか聞かれへんぞ。ミルザ大使の軍が一角十条に退却しました。よしよしよし。計画からしてこちらに向かってくることも考えられましたが、あの人はそこまで考えなしに動く人じゃないよ。籠城して援軍を待つつもりだろうね。ですが、それについては対策を講じてあります。ジュゼルにお願いしたスタルクでの反乱だね。はい、ノルドによって奴隷にされた民を扇動し一斉放棄します。そうすればハマーンを攻めているノルド軍は撤退せざるを得なくなり、こちらに援軍は出せなくなります。あとはラシックがこちらに合流してくれれば一角十条を完全に包囲することができる。ラシックにできるだけ早く合流するよう連絡してくれないかな。うわー、だんだんいい感じになってきた。ブルディカ様、大変です。どうした。スタルク全土で奴隷の一斉放棄が始まったそうです。どうやら何者かが奴隷の反乱を煽動している模様。なら、奴隷のロッシーニのやつじゃなかった？ちゃっけ。もはや領民の勢いは止められません。ここは一度引き上げるしか。黙れ。このままではエーリク党様に。ウルリカ様、このままでは我らは退路を断たれて全滅です。どうか撤退を。この礼。結局引くんや。よしよしよし。そしてセービスより急ぎ、ラシックがアルトゥークへと到着した。テオ。お、来た来た、ラシック。待たせたな。心強い。ようやく我が軍の準備が整った。うん。なんなら今すぐにでもダルタニア軍を蹴散らせるぞ。ありがとう。マジで。心強いよ。ラシック様、配置につきましてはモレーノ先輩にお伝えしております通りに。ああ、任せてくれ。よーし、いいぞいいぞ。決戦となる。今日はゆっくり休んでほしい。明日か、決戦は。取り戻すぞ、アルトゥークを。よし。時代は俺を選ばなかったのか。今のような魔法師が支配する時代でもなく、俺が目指す君主の時代でもなく、お前は間違ってるんや。民の時代が来るということなのかもしれん。その通り。何がおかしいな。止めはせん。ん？全軍に通達。撃って出るぞ。おお、来た来た来た。がっつりやったんね、ほんまに。コテンパンに行くよ。おう。ついに来たね。こちらにラシック様の軍が合流したことが大きかったのでしょう。バルドリンドからマリーネ様が援軍を率いてきていましたが。マジ？大使としてはマリーネ様を危険にさらすわけにもいかなかったのでしょう。いずれ、うんうん、この陣にも攻めかかってくるはずです。ここでミルザーとして決着をつけましょう。よし。俺はミルザーにだけは負けたくない。その通りや。そうもそうだろうな。俺もあの人のことは大嫌いなんだ。俺もや。テオ様、あ、絶対勝つ。全軍出るぞ。やったる。
やったる。絶対に。うおー、ここにまた来たか。一角十条前。くー、一角十条かっこいいなー。やっぱりあの尖り具合、ほんまに一角十って感じ。おー来た。敵将ミルザーを打ち倒し、一角十条を取り戻しましょう。おい、剣構えんの早くないか。うわ、なんじゃこいつの鎧。鎧というか兜。ミルザー様が戦力を整えるため時間を稼ぐんだ。稼がすかい。パックリいったろかな、パックリ。まあとりあえずこの天、俺なんか仲間おる。おらこれは適当にこうやっとったんや。おっしゃ、いけ。おきょ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 、結構効いてる、結構効いてる。おいこいつ、あっしゃっしゃ、一人死んだこれ。高く飛びすぎじゃない。おら、やったなこれ。パックリいったね。おら、あー MP ない。とりあえずまあ、おっしょおっしょおっしょ。ザコが魔法師おるな。こいつら勝ちコーン切っとかなあかん。これよっしゃ。え、なに増援、まさかの。我々も力を貸す、何としても持ちこたえるぞ。持ちこたえたす、もうかかんでも持ちこたえさすかボケー言う、まあ、おらおら、よーし、ここでパクーンと言っとかな。カツン、カチコーン、ザクシザクシ、おっしゃ。俺これ俺強いんかな。おし、これなんか俺、あいつ逃げやった。門が開いた。よっしゃ、テオ様、門が開きました。先に進みましょう。了解、行くぜ。あら違う、こっちで合ってる。え、これ戻ってるちゃうな、合ってるな。いや、戻っ、あ、合ってるか。よしよしよし、おう、一人でパニックってるやん、さっきから。おお、来た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 。誰やこいつ。またモーニングスターのなんか棒バージョン持ってるやつおる。ここで打ち取るぞと。不可能なことを何をほざいとんねんこいつは。行ったる、絶対絶対行ったる。ぎっちり行くで。ガッサーン、こうバッサーン言うてもドガーン言うて切ったるからな、ほんま。いったるでよ。とりあえずもうこの盾をぶち殺す。ふわっ、あ、ちょっとなんか重たい、弱っ。あ、何や何や、まだ生きてんのか。みんな強くなってきたな。テオのレベルがかなり上がってきた。40超えてるもん。おるれ。とりあえずまあ全員倒しとくか、ややこしいし。こいつら倒さんでもよさそうやけどな。逃げやがったこいつら。おるれ、弱っ、マジで弱いやんこいつ。死んだ絶対。いやもういいわ。あー、クソ、ターゲットつけられた。邪魔くさいな。まあええわ、もう早さぎ進もう。よし、こいつら倒す。弓、おーらい、よいしょ、おーらい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 、おーし、とりあえずあっこ行こう。うわ、上に弓おるんか。前はもうそのままぶっつきず、あ、なに、また増援の可能性が出てきた。全軍攻撃開始。どういうこと、やめてや。今だ、一気に叩きかめる、叩きかけろめちゃめちゃや、もう下回らへん。やめろって、これでガッツン回転すんねん。グリーン、ドターン、ドターン言って倒すで。あか、全然当たってない。おしおし、オッケーオッケーオッケー。こいつをとりあえずさっき倒して、なんか俺の横に攻撃してくるやつがおるぞ。よし、お、なんか倒れた。ここを割らないだが、とりあえずガッサンぐらい、ガッサン。みんなどこにおる。あ、来てる来てる来てる。まあ、戦術モードあんまり使ってないわ。戦術モードがいまいちわからんのよな。あ、ミスった。あ、オッケーオッケーオッケー。とりあえずまあ、あ、
この縦のやつ攻撃しながらな。よしよしよし、 OK。 もうちょいみんな来てくれ頼む。ちょっと人が少なすぎる。来てるみんな、なんか増えてきた増えてきた。よしよし、アビン来た。 OK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 。 うわ何これ、見えへん。お前じゃねえ。おーそこ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 、ガツン行け。ちょ待って、アイシェルが来い。アイシェルおるやん。おる、ちょ待って、みんな撃たす。ガツン行け。よし、なんかすんげえ飛んでるけど大丈夫？とんでもない高さまで飛んでるけど。よっしゃい、オッケー、割れた。これも一瞬で倒せる。この守備兵長おるれ、パックリくれ、パックリ。よし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 、オッケー倒した。これ止まる感じちゃう？ちゃうか。あ、止まった。さあ次は何？勘弁してや、強いやつとか。でもぼちぼち見る。あ、来た。やっぱりまさかここまで突破してくるとはな。相手をしてやろう、テオ・コルネーロ。マジでテオ様、ここでミルザーを打ち倒しましょう。そんな簡単に言わんとってよ、俺怖いねんけど。国威の大使ミルザーを撃退せよ。どこにおる、どこにいます。でもミルザーとの戦いの時はちょっとややこしそうやから、ちょっとこの雑魚たちを先に、雑魚兵をがっつり倒してから。よしよしよし、オッケー、いいよ。あの魔法師うっとうしいな。まあええわ、もうそのまま突貫する。ドーン、ズドドーン、ズドガーン、ドガーン。よしよしよし、ミルザーどうせあっこやろ。うわ、おったんちゃうこれ。あ、ちゃうわ、ただ黒いだけか。ん、あー、これとりあえずこのモーニングスター野郎ぶっ倒さないとあかんわけね。これで組んじゃ一回一掃するわ。ドッサーン、ややこしいからな、このザコども。ガチーン、ガチガチガチーン言うて、はよミルザーと。うわ、ミルザー後ろ構えてるわ。やばいやばい、おるおるおる。ちょっと待って、まだまだまだ、全然違うとこ攻撃してるって。テオさん、テオさん、あ、おるおる。ちょっとな、どうなってんの、見えない見えない。とりあえずなんかまあ放っとこう。そこじゃないやろ。とりあえずこの赤い、え、どこ攻撃してんの、合ってるこれ。とりあえずこの縦の、縦というかこの壁壊さないとあかんからな。ガッツン、いけ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 。あー間違えた、あ、まあ、やばい。バッサーンいって、これ縦も壊れんだよ。まだ全然やん、日々すら入ってない。やばいやばいやばい。え、ちょっと待って、どいつたた、え、どれを殴ったらこれ盾壊れんの、ほんまに。未だに分からへんねんけど、いつも適当に攻撃して盾割ってるけど。ちょっと待って、とりあえずなんか必殺技入れまくったらいける。あ、なんか必殺技入れてもらった。おらおらおら、よいしょよいしょよいしょ、いけ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 。ちょっと待って、俺どこにおるかほんまに分からへん。よしよし、ちょっと待って、壁、これ壁に日々入ってないんちゃう？え、全く日々入ってなくない？あ、割れた、おっしゃ、なんやねん、日々入らんパターンな、そんなことある？いいよいいよ、はい、ダッサーン。防壁長もう死ぬやん。おら、おっしゃ、倒した倒した、オッケー。これ見るぞ、来るで、これは来るんちゃうかな、そろそろミルザ。熱くなってきた。ミルザ様、お守りするのだ。誰が守らすか。これ以上奴らの好きにさせてたまるか。熱っ。全軍攻撃開始。めっちゃ熱くなってきた。やばい。ヒートアップしてきた。あ、やべやべやべ、なんかめっちゃ攻撃。ミルザおるやんけ。やめろ。おっしゃ、ジャストガード。ガッツン。あ、ちょっと待って。どうしよう。あー、もうわからん。あ、コンボチャンス今来てるやん。あー、ちょっと外してる。ミルザの周りの雑魚倒したい、兵たちを。でもちょっと誰か倒して。おしおしおし、何人か死んでる。もなんかいまいちダメージ食らわ、え、てかお強くないこれマジで。おっしゃ、あれ外した。あ、倒した。いつの間にか終わった。
ちょっと俺強すぎるかな。オッケー。ちょっとレベル上げすぎた説があるな、これは。なんじゃこれ。よっしゃー、でも勝った勝った。でどうなる、どうなるんですか。うわ、生きてるし。てかミルザーってこんな剣長かったんや。なんか、あーでもこんぐらいあったか。テオ・コルネーロ、もうちょい短いイメージがあったんや。こんな赤かった刀。シルカ止めて、俺行きたくない、戦いたくないよ。行ったー行ったー。え、これ1対1やんな、アニメ通りやと。ああ、ああ、言ってる通りやわ、ほんまに。おい、投げやりやな。一騎打ちを受けるなど、テオ様らしくありません。ほんまや。これも俺だよ。おお。では、必ず勝ってください。任せろ、もうやるしかない。無理だな。何？それこそ、俺らしくない。そんなことないでしょ。負けるつもりもない。ああ。いいね、イコール勝つってことやからな。俺を信じろ。今走ってったのになんか戻ってきた。よし、別れは済んだようだ。別れじゃないわ。別れるつもりはない。ほんまや、その通りや。やるぞ。安心、一騎打ちか。お前を殺した後、あの魔法師も同じところに送ってくれる。なんてこと言ってんねんこいつ。腹立ってきたマジで。のように手かけません。おう、かかってこい、これ。おい、不意打ちせこくない？めちゃくちゃ不意打ちやん。おい、ちょっと待て。よし、あれこ、うわ、結構ダメージ入るな。お、結構ダメージ入る。あ、ちょっと高すぎて当たらん。あ、まあまあダメージ入る。ちょ、ミリさん大丈夫？逆に心配やねんけど。からの、からのやで、からのどっさん、どっさりいくで。うわ、めっちゃ効く、やば。待って、だいぶ慣れてきた。じゃ、ジャストガード、ジャストガード。なになになに、うわ、いった。なんすかそれ、その竜巻。あー、ちょっと赤。ちょっとこれ一旦ストップ。それなんやねん、その風。攻撃違うの？もういい、あんまり食らわんから、もうそのままがっつりいくわ。あ、でもジャストガード。あー、ちょっと待って。よし、来た、これで決める。いやー、きついかな、さすがに。あー、終わった。おら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 。え、でも弱くない？このミルザ、相当、相当というか想像以上に。俺のレベルがやっぱ高くなってきたんかな、そのテオの。おっしゃ、上がった。オッケー、結構いいとこまで来た。よし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 、これもだいぶ大詰めまで来たんちゃうかな。よし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 。おお、あなたはアルトゥークを治めるために全員の力を割きすぎた。儀礼などを合わせてもらう。全員か命か、どちらだい。命乞いなどせぬ男だね、ミルザ。バッサーン首かっきって。よし、宿敵ミルザ倒した。シルが泣かしちゃった。心配かけたね。あ、ごめんよ。あんなことは二度としないでください。あ、もうしないよ。おお、いいな。俺がこの手で倒したい人はもう誰もいないから。はい、うん。さあ、お前な。行こう。一角十条へ帰るんだ。ああ。ビラール取り戻したぞ。ミルザ、わ、マリーネが、マリーネが動くぞ。アルトゥーク条約の軍勢に突撃。はあ、なんだと。システィナ博、テオ・コルネーロとの一騎打ちの末、
壮絶な最後を遂げられたとの報告が入りました。なぜミルザー殿は我が軍の到着を待たなかった？推測とはなりますが、スタルクから援軍が来ないと判断されたからでしょう。それに我が軍だけではたとえ合流できても勝利は難しい。しかも、うんうん、マリーネ様を危険にさらすことになります。同盟のことを思えば正しい判断だったかも。見くびられたものだな。どうなされますか？ミルザー殿が亡くなられた以上、もはや進軍しても無意味だ。全軍転進、直ちに北に引き返す。よしよしよし、なんとかなんとかよ。ミルザー、いい感じできてる。安らかに眠れ。まあ初のお相手やからな、それぐらいは言っとかないとな。同盟盟主マリーネはこれにてアルトゥークへの進軍を中断し、再び大陸北。おいおい、勝手に消えるな。